でしたらごゆっくりお休みください。どうもこんばんは、こんにちは、サックヤです。今回はトッティをお供にしながらやっていこうかなと思っておりますが、こんな感じで、前回はねパラダイスエピソードのビーチで激写っていうのやったんですけど、もう一つね追加のエピソード、来てたので、比類なき友、まあ、比類なき強敵、まあ、友って言ってたけど、これねやっていこうかなと思っておりますわ。エピソードを選びましょう。で難易度がね、なんか普通だとなんかあっさり終わっちゃうんで、あと報酬も違うし、ということでこっちの赤いやつでやっていこうかなと。でトッティさん、フェイストラッキングついてるんでね、こう目もキョロキョロって動いたりもするんですけど。我が名は大道寺、拳を極めんとする弓道者なり。なるほど。我の叫びが広い浴場にこだまする。しかし返事はない。まだ待ち人は来てないようだ。我はこの温泉で友である凛さんの到着を待っていた。友、いや強敵と書いて友と呼ぶ方が凛さんにはしっくりくる。凛さんとの彼女が大学中の頃、なんとか、ああ読めよ。そろそろはっきりとさせなくてはな。どちらがより勝っている存在なのかを。我が湯船に体を沈めると入り口の方で気配を感じた。来ましたね。CG 来たら、トッティさんには消えてもらいます。I'm sorry. He's sorry. しかし、ミス R の方のリンさん。その格好か、お面か。当たり前じゃない、大道寺。私はこの島ではいつだってミスター K 色に染まっていたいの。それに私一人だけが巣に戻ってしまったら彼に迷惑をかけてしまうわ。いつでもどこでもキリアを優先というわけか。だがここは温泉だ。そのくだらない衣装も脱ぐがいい。おっと、丸くなったわね、大道寺。なんだと。脱がせたいのなら脱がせばいい。力ずくで。違う？ふう、なるほど。じゃあ水鉄砲で、やる感じか。ミス R よ、裸の付き合いをしてもらうぞ。いつもなら拳で語り合うところだが、今日は冷たい水でレディーゴーね。レディーゴー。あれ、どっかで聞いたセリフだな。もうこの時期にミサイルっていうとね、あれですよね、北ですよね、北。あんまり言っちゃダメか。あんまり言ってしまうと良くないね。ということで今回の、主要キャラは大道寺先生。龍が如くのあの先生じゃないよ。ということでとりあえずデッキ編成します。はい、ということで、デッキ編成が済んだので、やっていこうかなと思います。スキンもあるんだね。ちょっと待って、なんかあって、待って、大道寺さんのスキンやばくね、これ。スキン変更。あ、でもこっちの金髪の方がいいですね。よし、出撃。行くぞ。生死をかけた水遊び。我の名は大道寺。いざ尋常に勝負のなり。ミス R のまま使いたいよね、リンじゃなくて。大道寺、あなたにウォーターガンが使いこなせるのかしら。それは気になるね。拳でやろうと銃でやろうと。あー、水不足です。大事なのは戦う意志だ。裸になることを恐れてはならん。むしろ裸になってやるという気迫が勝利への道となる。いや、もう雑魚敵ばっかじゃん。やばい、ちょっと待って。あ、なんか後ろから来てる。なんだこれ。なんだ今の。ちょ、待って。いきなり瀕死した。スリーウェイレーザーガン。ちょ、待って。声が聞こえる方向から。ヒーツ。待って。あ、負けた。ちょ、待って、強すぎない？ディフィカルティーすぎる。ちょっと待って、負けた。
残念。おお。とどまつさんに隠されてんだけど地図を。現れたか。待って待って、これクソむずいんだけど。おおスイッチ。待て待て、まあ、強すぎ。あ、ゲームオーバー的な感じ。まだ。残念。待て、強すぎる。ここ場所が悪い。えいや、まあ、ここだったらいけるかもしれない。いたいた。あれ、ちょちょ、どっか行ってんの、こいつ。でいや、でいや、上がってこいや、こいや。サービスカット。待って、雑魚敵がさ、ちょっと待って、トドマツさん、ちょっと私の代わりに出てきたのはいいが、隠されてんだけど。一応オートになってるんだけどね。あ、落ちた。あ、まあ、ちょっとそれ敵の HP も多すぎるんだよね。あ、すかした。よし、よし、ステルスだぞ。このやろう。いや、これステルスにするとこれ。もっと本気、本気を見せて。そこか。なんでお前もステルスなんだよ。回復。現れよ。ほらよ。あー、自爆。待て。強すぎだろこれ。ふざけやがって。外だ、外。待て、どこにいんだ、どこにいんだ。ポロリは、ポロリはないの。ありません、さすがに残念ですが。ちょっと待って、強すぎだよ。よし、まさかの無敵モード来た。待て、ヌルヌルパープしてるから。あ、どこにいんの。お前なんか 3way ビーム死ななすぎだろこいつ、マジで。ちょ、マジで死ななすぎだろ。スプラッシュ、マジこれ追加難易度普通にしよう。強すぎ。殺せ我が拳、南山フラクナーリ。刀鳴らしにはなってくる。いや、強かったですね。ていうか、あのカメラの位置がね、隣の画面についてるんでね、あまりトラッキングしてくれないんですよ。さあ、やべかったな本当に。激ムズだよ。で、次も行きましょう。2話。普通に。で、今度はスキンを変更していこう。出撃行くぞ。ということで第2回戦参ります。いやー、クソ強いんだけど。2対1って結構いけつないんだな。これがダメならちょっと。それにミス R さん、裏若き忍び学生イカルガよ、いざ勝負だ。あの武器何なの。この裏若き距離があるんだけど。ミス R も相手になるわ。若さとは作るものではない。汚いぞ大道寺、いつからメンタルを攻めるようなやつになったのだ。当たんないもんね。我は事実を言っているまで。やべえ、こっちばっか食らってんだけど、マジで。私を巻き込まないでください。しかしこれやると、また、ね、衣装が、どこよ。
なんか後ろから声が。よし、なんとか。待って、2人同時アタックはちょっとないな。殺せ。1人ずつ行きたかったっすね。恥ずかしすぎます。万里一空、ただひたすらに。肩慣らしにはなったか。腹筋バリバリ。難しすぎるよ。ほんとね、武器はね、なんか違うのがいいんだなって思いましたね。ということで次はちょっと違うのに変えましょう。選ぶがよい。シングルハンドガンにしました。まあ難易度はこれでちょっと申し訳ないが、行こう。行くぞ。また2人か。まあ、1人ずつなんとか。武を極めし者なり。蝶と呼ばれる忍びたれ。3、2、1、レッツ。大道寺とミス・アールが競い合っているではないか。チャンスだ。漫画の参考にしかと観察せねば。待て、疾風のごとく躍動するその姿、さすがミス・アールだな。大道寺には真似できないでしょうね。まあ、なんだこれ。ここからちょっと復活しなきゃ。待て、これノーマルモードで死ぬとかないぞ。さすがは大道寺だ。ミス R には真似できるだろうな。忍びに必要なのはパワーよりスピードよ。いや、力だ。やばい、ダウンしてるとこ狙うとか。反則。ちょっと待って待って、外の存在だ。これなんかさ、すぐ起き上がる方法ないの？だ、恐ろしい。よし、これはいた。やばい、死んでしまう。浅い。やるな。待て、お見事。はは、出直してきな。ついてこれか。はい、しない。これ難しいわ。くねくねフィニッシュできなかった。しない。ふう、徐々に体が温まってきたぞ。たやすい。擦り傷を負っていたか。さあ第4話参りましょう。ちょっとこのガンマンま良くなかったね。選ぶがよい。
まガトリングガンでいきましょうか。我の修行に付き合え。ガトリングガンでスキンはやっぱこっちの方がいいね。行くぞ。ミス R と紫を撃破せよ。お、このステージは初めてやる気がするな。我が名は大道寺。いざ尋常に。力を我が身に刻んでみよう。4、3、2、1。これだけの連戦を重ねてもなお動きにみじんも衰えが見える。さすがだなミス R。 あなたのね大道寺。待って待って、どっから来てんの。とても仲がいいのです。このうつけが。待て待て待て、回復。確かに我とミスアールは切っても切れぬよ。唯一無二の間柄だと思って。遅い。思っていた。なぜ過去形なの。我は気づいているぞ。それを確認するべく今回お前を湯に誘ったのだ。あーやばいやばいやばい。ちょっと何を言っているのかわからない。いやそりゃずるいって。ダウンしたところにこれは。これは。よし決まったか。まだ死ねんのだ私は。スプラー。やっと見せ場が来たよ。あ、いたいた、そこか。いや待って、なんでダウンするのこれ。ちょ、なに、ま、これ起き上がれないんだよね。決まりましたよ。そろそろはっきりさせねばならぬな。我を超える者はおらぬのか。かすり傷を負っていたか。忍びの嫉妬、第5話ですね。ただこの武器もなんかいまいちしっくりこないんだよね。ということでスナイパーめっちゃ強いけど多分当たんないんで。当たるかな。なんだかんだ言ってシャワーとかがね意外と強いかもしれない。行くぞ。いざ尋常に。勝負。よし、1対1の勝負だ。これは負けられないよ。さあミス R よ、今こそ決着の時。確実にプレイヤーだけを狙う。いたな。ええ、かかってきなさい。ミス R。お前だ。我らも長き付き合いになったもんだ。やばいやばいやばい。確かにそうね。あまたの世界を渡り歩いてきたが、お前ほど我を高ぶらせてくれる存在は他にはいない。私も同じよ大道寺。あなたは私にとって特別な存在。ダウンするのはマジ勘弁。キリアよりも。なんでキリア先生が出てくるのよ。おいおいおい、キリアよりも我の方が特別な存在かと聞いている。それは。
こいつ消えるの早すぎない？あーちょっと待って、こっちステルス来てる、来て死ねんのだ。よし、殺せ。やはりミス R にとってキリアは特別な存在であった。たやすい。全然たやすくなかったわ。ミス R よ、もう一度お前に尋ねる。そろそろトドマツさんには我とキリア引っ込んでもらいましょう。お前にとってどちらがより特別な存在だ。ずっと気になっていたリンさんにとって我はどんな存在なのかと。我にとってのリンさんは唯一無二の強敵であり、ヒルだがいつの頃からか我は気づいた。それが我は悔しいのだ。もういいかな、黙読しましょう。さあはっきりしてもらおう。我とキリア、どちらがお前にとっての友だ。どちらがより特別な存在だ。ウェルタースオリジナルみたいな。それは友と言うなら大道寺よ。でもどちらがより特別な存在かと問われたら困ってしまうわ。よかろう。ならば今すぐはっきりとさせに行くぞ。何をする気？無論キリアと決闘をする。我がキリアに勝てばお前にとって我は唯一無二の友となるはずだ。ちょっと待って大道寺、そういうことじゃないの。キリア先生に対する私の思いは。待っていろキリア、お前にミス R は渡さん。大道寺やめて、私のために争わないで。なんかさ、ミスターじゃない、ミスター R すごいことなってたね今。当然だ。いや前回のあのビーチで激写に比べちゃうとちょっとっていうのはありますね、さすがに。ということで多分次回からは、ストーリーの続きの方をまた再開しようかなと思っております。ということで、まあ他のストーリーもね、寿司クイーンを救い、ステージ、この夏日陰の熱い感情が爆発する。日陰見たいですね多分。リーダーたちのお化け大使。とりあえず、今回はこの辺にしておきたいと思いますが、 V ロードチャレンジ、多分この辺の V ロードとかもね、そのうち遊んでみようかなと思っておりますが、どうするのかなこれは。いろいろ長いね、難しそうですね。ということで終わります。ご視聴ありがとうございました。それではまた、バイ。